はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。はじめに告知です。この度、個人鑑定を始めさせていただきました。ここならというところで、概要欄にリンクを貼っております。恋愛や仕事の悩み、どういったところで起業したらいいのか、この苦しみはあとどれくらい続く可能性があるのか、など、あなたの運気の流れやターニングポイント等を調べるお手伝いをさせていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしております。 はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も占っていきましょう。本日は BTS のジンさんを占っていきたいと思います。ジンさんは1992年12月4日生まれですね。まず、性格面から見ていきますと、表向きはしっかりタイプ。で、中身はこだわりの強いタイプ。で、その他にこだわりの星がもう一つ。バリバリの仕事人間の星が一つ。プライドの高さというものが一つありますね。 かなり仕事をしっかりとこなすことができるキャリアタイプということが考えられます。中身は考えにふけってしまったり、ぐるぐると悩みが多いようなタイプにも見えますので、そこが少々短所になってくるかなというところですね。ただし、精神面では安定的なところがありますので、良縁に恵まれたりするということが考えられます。で、現在の運勢ですが、現在は今後の10年間を決めてくる ターニングポイントになっておりますので今年諦めるようなことがあれば今後10年間諦めるような10年間で今年頑張るぞと決められるようなことが決まれば今後10年間は頑張ることができるという考え方ができますで今年はプライドの星に支配されておりますので何も考えずにがむしゃらに前を向いて動くという1年間になってくるかなというところですね で、一年を通していい運勢になってくると思います。で、大きな運勢で見ますと、去年から奉仕の星に支配されておりますので、誰かのために身を粉にして働く、動くという星に支配されている状態が続きます。なので、ボランティア活動やご自身の直接な利益にならないようなことを。 率先して行うことがあれば回り回ってご自身のところに幸運が帰ってくるような流れになると考えられますね今後も頑張っていってほしいですねはいこの絵ですね今後も占っていこうと思いますこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまた